こんばんは、松本ゆりやです。ただいま、夜中の1時29分日本時間です。今日から仕事が始まって、すごい、待ってんの、すごい寝不足だったんだけど、今日もまた眠れず、何をやってるかというと仕事です。こんな時間にパソコン開いてて会社にバレたら注意されるだけどね、うん、いいや。というわけで、眠い、スリーピーです。家族はとっくに寝てます。髪もボサボサで、はあ、だけどあと一個資料を作ったら寝ようかな。でも寝てもな、何時間寝れんのって感じだから、うん、悩みどころ。でも寝ないと、徹夜はちょっときついかな。っていうところです。顔を洗ったけど、お風呂入ってない。最悪、もう明日の朝だな。こんな生活が続いてるけど、仕事が忙しいわけじゃなくて暇で、暇って言ったらちょっと語弊があるけど、コロナの関係で以前よりかは時間がある。日中で、日中はなんとなくあっという間に夕方になっちゃうね、もう髪の色をなんとかした方がいいかな。なんかね、でもリモートワークで、まあ社内会議とかいろいろあるけど、あ、実は髪切ってどんぐらいかな、10センチか15センチぐらい切って、もっと切ってなんか派手に金髪とかして、そう、リモート会議の時とかだけウィッグにしてたらいけんじゃないかな。眠いけど、眠いけど、あとちょっと資料を作り始めたからにはこのテンションで終わらしたい。そしてお風呂は明日の朝、もう知らない。っていう、いつも通りどうでもいい話でした。5分くるね。じゃあね。おやすみなさーい。